今日7月2日ですね。それは、1個赤くなりかけを取っておいて、2つ収穫しました。でこっちはこんな感じで、根元から、ずっとこう1本で、発見した脇芽もちょっと取ったつもりです。どれかもし見落としているのがあれば、多分今んとこ大丈夫で、こっちはですね、まだ収穫できるほど赤いのがありません。この辺がちょっとずつ赤くなりかけていますね。こちらもね、根元からずっと来て、ちょっと気になってるのはこれ、こんなここからこんな生えてるのは、これに今ね、トマトできているところとどういう関係になっているのか、ちょっとここがよくわかりません。根元からずっと来て、これですね、これがずっと育ってる最中ですよね。今日新たに2つ支柱の方に結びつけています。こっちはね、一番上のここだけちょっと追加で結びました。現状こんな感じで、ですね、今日根元に肥料を追加しました。今まで様子見てて、まだいらないかなと思って様子見てたんですが、さすがにそろそろちょっと栄養不足を感じるかなと思ったのでしてみました。